せーの、自給自足の村の学校、ハリー村長だぽい、ふさこだぽい、けいくんだぽい。はい、はい、今日はふさちゃん何をするが。はい、今日はイノシシの噂を仕掛けに行こう行こうということで、はい、本当は免許を持ってる人がやるっていうんで、まあ、僕がやります。で、まあ、ちょっと見てくるっていう感じでやっていきますんで、はい、まあちょっとね、これからケイ君は狩猟免許取っていくってことなんで、はい、はい、そうやって漁師さんを増やしていきましょう。はい、はい、じゃあいっちょこー、いっちょこー。はい、一言どうぞ。足が結構きますよ。この斜面は。そうやね。じゃあちょっと行ってみようか。はい、よいしょ。よし、行きましょう。はい、どうここまで。いや、きついっす今。運動不足でやばいっす。運動不足やね。じゃあ行っちょこ。まっすぐですか？うん、赤いリボンをずっと。はい、じゃあゆう、じゃあゆう、はい、先行ってください。何号目まで来た？まあ、6号ぐらいやない？あ、すごい、希望の光が見えました。6号目まで来たらしい。こだま。シチューこだま。シチューよ。コロ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 ってなって。これさ、テレビ局のカメラマンとかすごいよね。もうすぐやね。木漏れ日を感じるろ。木漏れ日を感じる。ふさちゃん2回目の方が苦しんでる気がする。お弁当 500g。 せーの、ね、はい、よいしょ。はい、感想を。感想はここまで来ました。頑張りました。頑張った。判断基準ってあるんですか？どう思う？こんなにイノシシが通るのかな。通るイメージが全然浮かばないです。この辺り。じゃあ別のとこ行こう。
わかんないです、判断の基準が。行ってみよう。普通に行くのかな。よいしょ。ありがとう。汗だく。ミスで捕まえてたでしょ。どうか、大丈夫。見当がつきません。いやごめんなさい。見当つくんだよ、つけるんだよ。正解はないんだよ。そう、自分なりに。皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また明日お目にかかりましょう。青年よ、ビジョンいだけ。ハリー村長でした。サコでした。バイバーイ。バイバーイ。